ございます。釣りこう TV です。本日7月31日、何の日かご存知ですか？はい、本日ね、7月31日は、ラインスラックのですね、パニックジャック。これの、新色発売日ということで、浅草まで来てみました。今日ね、小倉さんちょっといらっしゃらないみたいなんですけども、開店直後に行けば、欲しいから買えるんじゃないかなということで、早速ね、浅草ラインスラックに行ってみたいと思います。よし、はい。ということでね、パニックジャックのですね、発売初日、ニューカラー出ておりまして、ラインスラックの方に行ってきました。次々にね、予約していた、はたまたね、新規のお客さんとかが浅草ラインスラックに訪れてね、どんどんね、このパニックジャックが売れていっている、そんな状況で、自分はね、このお目当てのカラーを無事ゲットすることができました。こういう感じの透明系のカラーと、あとはね、こう、べったべったに塗ってあるね、こんな感じの、ファイヤータイガーかな。このね、2本を入手してみたんですけども、まずは、クリアピンクヘッドっていうことで、このね、視認性のいいピンクヘッドで、後ろがこういう感じでね、クリア、ね、すごいスッケスケでしょ。でね、こんな大きなタングステンのね、ボールが入っているんですね。これによってね、非常にバヒューンって飛んでいくなっていうイメージと、あとはこの後ろにこう重心があって、このリップが水を受けて独特なね、パニックアクションが出てくると、こういうのがね、わかりやすいな。音はね、こんな感じ。ね。これはね、シーバス、ブラックバス問わずね、いろいろなタイミングで、投入してみたいなと思いまして、今回のね新色の中でもね、このクリア系でスケスケからね、このカラーなので、これをまずは、入手してみました。はい、そしてこれファイヤータイガーですね。腹折れでね、こういったチャート系で背中はね、黒で、これねファイヤータイガーってカラーね、これちょっと気になっていて、もしかしてと思ってね、これ音はこんな感じ。あれ、これはもしかしてちょっとね希望通りの感じのルアーじゃないかなっていうことで、ちょっとね乾いた音だなーなんて印象があるんで、これはちょっと小倉さんいなかったんで詳しくは聞けなかったんですけど、これ自分の想定通りのあの感じじゃないかな、ね、気になる人はね、浅草の LINE スラックなんかにね、行ってみて、ぜひですねカラーによる違いなんかもね、聞いてみてはいかがでしょうか。はい、あとはね、LINE スラック店頭に行ったらですね、大人気ね、背びれの店頭販売分がねちょうど陳列されていて、一部ない色もあったんですけども、結構ね、浅草ラインスラック店頭に行けばね、まだ手に入るんじゃないかなみたいなね、気になる、背びれ新色並んでましたよ。でこの、パニックジャックも、店頭販売分バーって出ちゃってたんですけども、まだねこれからいくつか塗って店頭に並べる分ね、準備しようなんていう感じで、姉さんが言ってたんで、気になる方はですね、タイミングでちょっとパニックジャックを追っかけてみて、まずは、本日発売日なんでね、比較的ちょっと自分の欲しかったカラーは手に入ったんじゃないかなということで、具体的にはね、これから夏のハイシーズン、ボイルバスとかね、まだこれからボイルしようかななんていうバスに向けて、このパニックジャックアクションでねアピールしていきたいと思います。まあね、実況動画の方も頑張って、撮っていきますよ。まずはね本日発売日なんで、無事欲しかったカラーが2色変えたよということで、はい、本日の釣り子 TV はこちら、LINE スラック7月31日、新登場の、パニックジャックの、ニューカラー、これのねこんな感じのから入手してみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。